問題3、地域包括支援センターについて正しいものはどれか2つ選べ。1番、社会福祉法人は設置できない。2番、老人介護支援センターの設置者は設置できない。3番、医療法人は設置できる。4番、公益法人は設置できない。5番、市町村は設置できる。 地域包括支援センターについて問うている問題ですね。1番、社会福祉法人は設置できない。2番、老人介護支援センターの設置者は設置できない。3番、医療法人は設置できる。4番、公益法人は設置できない。5番、市町村は設置できる。というふうにありますが、まあ、つまりは全部設置について聞いているということですねで。地域包括支援センターというのは、まあ、地域支援事業の包括的支援事業、 というものを行う機関としてですね、2006年に作られた介護保険法上の機関ということになります。まあ、養子園者さんのケアプランを立てたりとか、地域支援事業の包括的支援事業を行ったりしているということですね。まあ、その他にも、まあ、一部事業をやってたりはするんですけれども、まあ、地域支援事業の中の総合事業ですね。で総合事業の中の、あの、第一号介護予防支援事業とかですね、そういったものもやってたりはするんですが、まあ、大きく見ると、あの、介護予防支援と、 地域支援事業の包括義支援事業をやっていると。まあ、そんなイメージでいいですね。で、これはどこに設置義務があるかと言ったら、これは保険者であるところの市町村になります。介護保険の保険者であるところの市町村に設置義務があるんですけれども、この地域包括支援センターのすべてを市町村が直営でやっているかと言ったら、実はそうじゃないんですね。地域包括支援センター全体の約3割ぐらいが市町村の直営で、残り7割というのはこれは外部委託になっています。外部委託ですね。 なので市町村以外のところが設置してるっていうことですね。じゃあ一体どんなところが設置できるかっていうところなんですけれども、まあ細かく言うとたくさんあるわけなんですが、まあトップ3ぐらいをですね、押さえておくといいかなというふうに思います。で、一番多いのは社会福祉法人です。社会福祉法人。で、二番目が社協さんになります。 社協さんですね。社会福祉法人ですね。社協さんになあ、ごめんなさい。社会福祉協議会ですね。社会福祉協議会。社協さんになります。で、3番目に多いのが医療法人と。まあ、こんな感じになってますね。社会福祉法人、社協さん医療法人。こういったところが地域包括支援センターを運営しているということですね。市町村から委託を受けて運営していると。で、これを押さえておけばこの問題も解けるんですけれどもですね。えー、まあ、少数派で、少数派で、 まあ、地域用化支援センターを運営しているところ、まあ、どんなところありますかといったら、まあこの、この問題にあるようなところというのがありまして、まあ、老人介護支援センターの設置者、老人介護支援センターの設置者ですね。老人介護支援センターというのは、これ、介護険法上の機関ではなくて、老人福祉法上の機関になります。老人福祉法に規定されているところの,あの老人福祉施設の一つに、老人介護支援センターというのがあるんですね。えこういったところお、これをですね、設置しているところっていうのも、これ、地域包括支援センター、地域用支援センターを設置できると。 こんなふうになっています。まあ、他にも一般社団法人であるとかですね、えー、それから NPO 法人であるとか、そういったところもできるということになっています。公益法人なんかもできると。こういうふうになっているわけなんですね。で、えー、この問題ですけれども、まず1番、社会福祉法人は設置できないというふうにやりますが、これは誤りですね。社会福祉法人というのは外部委託先で一番多いということになります。これ設置できます。で、2番、老人介護支援センターの設置者は設置できないというふうにやりますが、まあ、これも誤りですね。老人介護支援センターの設置者は設置できます。 で、それから3番、医療法人は設置できる。これその通りで、丸ですね。で、その次4番、公益法人は設置できない。というふうにありますが、まあ、公益法人も設置できるということで、これは誤り。 で、5番、市町村は設置できる。まあ、当然ですね、設置義務があるな市町村ですから設置できるということになります。で、今ですね、問題1、2、3、4、5というのをそれぞれ1つずつ見て、知識対策としてですね、知識として解いていきましたが、そういうふうにやらなくてもいいです。地域おかし支援センターについて正しいものはどれか2つ選べという問題ですよね。で、3番の医療法人は設置できる。これすぐに丸っとできますよね。で、5番、市町村は設置できる。これもすぐに丸っとできるので、1と2と4がよくわかっていなくても明らかに、その受験対策として押さえておくべきポイントですね。えー社会福祉法人 社協さんや医療法人が外部委託先として一番多いっていうところと市町村が設置義務があるというところですねこのあの大事な重要ポイント2点を押さえておけば3と5がすぐ正解とわかりますので1と2と4がよくわからなくてもこれは3と5で正解書を選べるとこういうような問題になっているわけですねというところで理解しておくといいかなというふうに思います 老人介護支援センターというのは、老人福祉法に規定されるところの老人福祉施設の一つだと言いましたが、一応、ですねその老人福祉法に規定されているところの老人福祉施設というのが、他にどんなものがあるのかというところを紹介しておきたいなというふうに思いますが、老人福祉施設というのは全部で7個あるんですね、いずれも老人福祉法に規定されている期間ということになりますが、まず1つ目というのが、特別養護老人ホームですね、特別養護老人ホーム、特養になります。 で、二つ目というのが、養護老人ホームになります。養護老人ホーム。で、三つ目というのが、経費老人ホーム。で、四つ目が、老人福祉センター。で、五つ目が、老人デイサービスセンター。で、その次が、老人介護支援センター。そして、その次が、老人短期入所施設。この七個になります。特別養護老人ホームと、養護老人ホームと、経費老人ホーム。 そして、老人福祉センター、老人デイサービスセンター、老人介護支援センター、そして老人短期入所施設。この7個になっています。ちなみにですね、この7個、私頭の中どう入れてるかと言ったら、これは、ホーム、ホーム、ホーム。ホームが3つって押さえてるんですね。その後、老人センターが3つ。で、最後の1個が短期入所施設。こんな風に押さえてるんですけど、まずホームの3つというのは、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、経費老人ホームっていうことですね。これがホーム3つ。 で、老人センターというのは、老人福祉センターと、老人デイサービスセンターと、老人介護支援センターということで、老人に始まり、センターに終わるというのが3つあるということですね。ホーム3つ、老人センター3つと。で、最後の1個というのは、ま、その他で、老人短期入所施設ということで、まあ、ショートステイ用の施設と。こんなふうに押さえているわけですね。この7個というのも、まあ、ケアマネっていうのは、介護保険法上の資格になりますので、まあ、以前の、あの、 制度ですね。以前の制度。今は、介護保険法上、介護保険法における、あの、契約制度というのが取られているわけですよね。高齢者、介護、高齢者福祉というのは。ですが、その介護保険法ができるまでは、まあ、老人福祉法の措置制度というのが取られていたわけですね。訪問介護、デーサービス衝突性、施設入所なんかっていうのは、以前は老人福祉法の措置制度が取られていたと。 今というのは介護保険法の契約制度が取られているというところなんですけれども、まあ、ケアマネ試験というのは介護保険法上の資格ということで、まあ、以前の老人福祉法というのはそんなに細かく出るところではありませんけれども、まあ、一応ですね、老人福祉法上の老人福副支出7個というのも押さえておけるようであれば、押さえておくといいかなというところですね。ということで、えー、今日の問題ですけれども、地域包括支援センターについて問うているこの問題の正解は3と5の2つが正解と。 3番、医療法人は設置できる。5番、市町村は設置できる。この2つが正解値ですね。解説は以上です。